アンドレア・ピルロは、イタリアのサッカー監督、元選手。元イタリア代表。ポジションはミッドフィールダー。正確なパスと、高度な戦術眼を武器とし、レジスタとして活躍した。フリーキックの名手としても知られる。ブレシア当初は、地元のチームといっても、過言ではない、フレーロや、ボルンタス・ブレシアというチームに所属していた。そのまま地元で活躍し、 1995年にブレシアに引き抜かれ、そこでセリエデビューを果たす。翌年、クラブはセリエ B に降格したが、1年で昇格。この時にロベルト・バッジョと出会い、自らの後継者として指名された。インテルセリエ B でのプレーが目に留まり、1998年7月1日に、自身の憧れのチームでもあったインテルに移籍した。しかし、 トップ下というマークの集中するポジションを担う選手としては彼のフィジカルの脆弱さは致命的であった。選手層の厚いインテルではまともな出場機会も与えられぬまま1999年にはレジーナ、2001年にはフルスのブレシアにレンタルに出される。ブレシアではカルロ・マッツォーネ監督の下、バッジョがいることもあり中盤の底でのプレーを経験した。 ミラン2001年7月1日、インテルのライバルである AC ミランに完全移籍する。しかし、トップ下には、マヌエル・ルイコスタがいたためファティ・テリーム監督の構想外であり、出場機会は、ほとんどなかった。2001から02シーズン途中に、カルロ・アンチェロッティが新監督に就任。アンチェロッティも、トップ下には、ルイコスタを起用し続け、試合出場を願うピルロは、 通常のトップ下のポジションではなく、アンカーとしての起用を直訴した。ピルロのブレシアでの経験を知っていたアンチロッティはこれを承諾した。トップ下ほどフィジカルの当たりが激しくない中盤の底で、クラレンス・セイドルフ、ジェンナーロ・ガッテンゾといった強力なハードワーカーや、マッシモ・アンブロジーニのような守備能力に引いてた、ディフェンシブ・ミッドフィルダーといったチームメイトにも恵まれ、 ピルロは攻撃の指揮を司る存在として、長短を織り混ぜたパスを供給し続けレジスタとしてのポジションを確立した。UEFA チャンピオンズリーグ優勝にも貢献した。そして2007年のバロンドール投票でカカ、クリスティアーノ・ロナウド、リオネル・メッシに次ぐ4位の票数を獲得した。2009年、恩師であるアンチェロッティが、チェルシー FC の監督に就任したことにより、 チェルシーへの移籍が噂されていたが残留した。その後は故障が相次ぎ、本来の出来にはほど遠い状態が続いた。ユベントス2011年5月18日、6月30日で満了となる契約を延長せずに10年間在籍したミランを退団することを発表。5月24日、移籍金なしの3年契約でユベントス FC へ移籍した。 背番号は、ミラン時代と同じ21番でズデニエクグリゲラから譲られた。過去には、ジネディーヌ時代や、リリアンチュラムが着用していた番号でもある。ライバルからの遺跡であることや、前年の不審から獲得には、疑問の声が上がったが、ミラン時代を思わせるような正確無比なパスで、一躍不可欠な存在となった。加入前は2年連続7位だったが、チームは、 アントニオ・コンテ新監督のもとで快進撃を続け2002から03シーズン以来のスクレット獲得、並びに1991から92シーズンのミラン以来20期ぶりにチーム目となる無敗優勝に貢献した。また、この活躍によって UEFA.com のシーズンレビューで年間最優秀選手に選ばれた。 2014から15シーズン、ミラン時代に、不仲が噂された、マッシュミリアーノ・アレグリが監督に就任するものの、双方とも不仲を否定。W 杯の疲労からか、欠場や途中出場が多かったものの、ユベントスの2冠とチャンピオンズリーグ準優勝に、貢献した。ニューヨークシティ2015年7月6日、MLS のニューヨークシティ FC に移籍が決定した。 2017年11月6日、自身のツイッターで引退することを発表した。イタリア代表でプレーする、ピルロに2002年9月7日のアゼルバイジャン戦で、途中交代で、A 代表初出場を果たし、14分間プレーした。その後は、代表に定着し、UEFA ユーロ2004でもグループリーグの2試合に出場を果たした。アテネオリンピックには、 オーバーエイジとして出場し、銅メダル獲得に貢献した。2006フィ f ファワールドカップでは、グループリーグ初戦のガーナ戦でゴールを決め、準決勝ドイツ戦と決勝のフランス戦で、それぞれ1アシストを決めるなど、イタリアのワールドカップ優勝に貢献した。初戦のガーナ戦、準決勝のドイツ戦、決勝のフランス戦と3度のマン・オブ・ザ・マッチに輝き、ブロンズ・ボール賞を受賞した。 ユーロ2008では、グループリーグ第3戦のフランス戦でゴールを決め、決勝トーナメント進出に貢献したが、累積警告で準々決勝のスペイン戦には、出場できず、チームは敗れた。2010フィファワールドカップに、メンバー入りするも、負傷により初戦、第2戦を欠場した。グループリーグ突破には、勝利が必要となった第3戦には、1点ビハインドに、 なったため後半途中から強行出場したが、スロバキアに2-3で敗れ、グループリーグで姿を消した。UEFA ユーロ2012では、チームの中心として活躍。グループリーグでは、第2戦のクロアチア戦でゴールを決めただけでなく、第1戦と第3戦では、それぞれ1アシストを決め、決勝トーナメント進出に貢献。 準々決勝のイングランド戦では PK 戦にまでも連れ込み一人失敗した後の3人目のキッカーとして登場するとチップキックで PK 戦の流れを変えた結果イタリアは PK 戦を制し最終的には決勝に進出決勝ではスペインに0の4のスコアで敗れ準優勝という結果に終わったが準々決勝で見せたプレッシャーのかかる場面での チップキックに関しては評価を受けた。2013年5月に 2014FIFA フフワールドカップを最後に代表から引退する意向を明かした。同年6月16日の FIFA フフコンフェデレーションズカップ2013メキシコ戦でイタリア代表史上5人目となる通算100試合出場を達成。この試合では直接フリーキックから先制ゴールを挙げ、 大会選定のマン・オブ・ザ・マッチに選ばれた。2014年、ワールドカップ・ブラジル大会では、グループリーグの3試合で先発フル出場したが、決勝トーナメントには進出できず、大会終了後の9月7日、代表復帰を表明した。その後代表に復帰し、ユーロ2016予選では3試合で、プレー10月10日のアゼルバイジャン戦では代表での、 最後のゴールを決めた。しかし、ユーロ2016では、候補者30人のリスト入りをするも、MLS でプレーしていたこともあり、アントニオコンテ代表監督は本大会のメンバーには、選出しなかった。2018年5月21日、引退試合が AC ミランの本拠地、サンシーローで開催され、ミランを中心に、セリエ A で活躍した元選手たちとプレーした。 開催日の選択理由は自分の背番号が21でデビューしたのが5月だったからと説明した。2020年7月30日、ユベントスの言う -23 チームの監督に就任することが発表された。8月9日、ユベントスのトップチームの監督に就任することが発表された。前監督、マウリツヨサッリの解任を受け、 U-23 チームの監督就任からわずか10日ほどの電撃就任となった。2020から21シーズンは、チームはセリエーテ連覇を逃し、4位で終了。2021年5月28日、ユベントスはピルロを解任したと発表した。監督のおかげで成長できたという経験から、若い選手たちには、 監督の話はちゃんと聞くようにと忠告している。子供の頃はアニメキャプテン翼に夢中で特にサンズギやつ氏に憧れていたことを語っている。ありがとうございます。